はい、こんにちは。レトロボーイ一郎です。はい、もう今日は、紙でできた、自動販売機っていうものをちょっと紹介したいなと思います。僕が結構自動販売機がすごい好きなんですよ。で、なんか変わったものないかなってちょっと調べたら、何個か、ありましたのでちょっと紹介したいと思います。まず最初がこちら。はい、じゃん。うまい棒の、自動販売機というか販売機になります。これ全部、電源とか、電池とか全部使ってなくて紙で全部できてますね。工作キットみたいになってまして、ちょっと30分ぐらいかけて僕ちょっと作ってみました。ちゃんとレバーもあって、ここを回すとですね、うまい棒が何個か出てきます。ちょっとじゃあ出してみます。ちょっと回してみましょうか。はい、出てきた。はい、あ、チーズ味。まあ、こういった形でね、なんか物が出てくるんですけども、で、中身どうなってるかというと、ここにですね、補充するうまい棒を入れるスペースがありまして、はい、ここから、8本ぐらい入るかな。うん、ちょっとそれ入れてみて、で、もう一回ちょっとじゃあ、まあ、回してみようかなと思います。あー、出てきた。はい、たこ焼き味とかね、これなんかちょっとイベントとかでね、こういうのをなんかぜひやってみたら、子供たちもすごい喜ぶんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、はい、以上でした。で、続きまして、はい、はい、これはね、ラムネ、クレヨンしんちゃんのね、ミントサイダーっていうあの自動販売機、これも紙でできています。あの電源とか何も使ってないやつで、まあ、工作キットで作ってみたんですけども、お菓子でね、この懐かしいですよね、このオレンジ味、コーラ味、サイダー味、ミニサワーか、はい、ミニコーラ、ミニサワー、ミニオレンジっていうのが入ってまして、このボタンを押すとですね、ものが出てきます。ちょっとやってみたいと思います。じゃあオレンジボタン、あー、出てきた。これですね。はい、じゃあコーラもちょっと。おー、出てきた。結構強く奥まで押すと出てくるかなっていう形ですね。ミニサワーも。お、詰まった。あー、出てきた。ミニサワー出てきました。はい。はい、これオリオンさんから出てるやつですね、すべて。クレヨンしんちゃんとコラボしてるのかなっていう形の。これもちょっと比較的、これサイズ小さいんですけども、こんな自販機もありました。はい、じゃあ続きまして、こちら。はい、じゃん。はい、チロルチョコの、自販機になります。はい、これもね、さっきのうまい棒と、ミントサワー、ミニラムネの自販機と同じで紙で全てできているものになります。ちょっとじゃあ3種類ね、ありますね。左のチロルチョコ、中央のチロルチョコ、右のチロルチョコでありますね。ちょっと、じゃあ押してみたいと思います。じゃ左のチロルチョコ。あー、もうちょっと物がすぐ早く出ちゃいましたね。じゃ中央のチロルチョコ。お、詰まってるかな？中央はちょっと詰まっちゃいましたね。そしたら右のチロルチョコを押してみますよ。右も、あー、出てきた。あ、これ出てきましたね。はい、じゃあさっきの左もう一回押してみましょう。結構ちょっと詰まっちゃってます。あー、なんか2個いっぱい出てきた。結構ちょっと詰まり気味なんですけど、これもね、ちょっとね、中ちょっとどんな感じか、まあこんな感じで、列が 7,8 個は入るんじゃないかなと思います。この中に入れて、さっきのボタン、押してもらうって形になりますね。ちょっと詰まっちゃってね、なかなか出ない。あ、出てきました。こんな感じで、あー、出てくるね、これすごい。はい、じゃあこれがもうチロルチョコ、
まあいろんなチロルチョコを入れて何が出るかなっていうのはちょっとお楽しみで面白いんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後、4つ目ですね。じゃん、ココアシガレットの、自販機になります。はい、なんかもう全て、まあ、共通しているのがなんか全部駄菓子系お菓子の自販機になりますね。でこれ面白いんですけど、まあこれ1個しか種類ないんですけども、よく見るとこれやめたいって書いてあるんですよね。でかつ、これがノスポ、なんか前タバコ買う時にパスポっていうなんかカードがないとなんか買えなかった、今はちょっとどうかわかんない、僕も多分タバコは吸わないんですけど、でこのカードを使ってココアシガレットを出したいと思います。向きはあるのかな。じゃあこっちに刺して、ココアシガレットがおそらく出ると思いますので、はい、ちょっとやってみたいと思います。あ、出てきました。はい、ガチャンって、はい、出てきました、ココアシガレット。これ懐かしいですよね。まあ今でも駄菓子屋さんによく見ると思います。ちょっとこれは元に戻します。はい、でこれも、中はこんな、これはこんな感じで、ここにココアシガレットを補充していく形なのかな、こんな感じで入れていく感じですかね。はい、じゃあこれもどうですかね。はい、はい、で今日は、まあこんな形で、いろんな自動販売機、自動販売機かな、お菓子のね、この段ボール、紙の自販機をちょっと紹介してみたんですけども、まあちょっと結構これは全部作るのに30分から40分ちょっとかかってしまったかなと思います。まあ、全部紙でできてまして、紙のキットが、それぞれ入ってるんですけども、ちょっと工程がね、何回かに分かれてて折りたたんで、で輪ゴムをつけたり、組み立てるものになって、子供一人だと小学生とかだとちょっと難しいんじゃないかなっていうような感想でした。ぜひお子さんだけじゃなくてね、まあ、お父さんお母さんと一緒に組み立てるとすごい時間効率的で早くできるんじゃないかなと思いますので、はい、僕一人でやったんですけど、まあ、さっきみたいにチロルチョコとかね、まあ、なかなか出なかったケースもあるので、よく詰まったりするんでね、そしたら中開けて補充のところをちょっといじくってもらえればなと思います。